こんにちは。今日も元気にハッピーライフ、別にちゃんねです。今日もすごいいいお天気なので外から撮ってます。私外が好きなんですよ。はい、それでね、今日私が皆さんに紹介したいアクティビティ、ロックペイント。皆さんロックペインティングってしたことありますか？私結構これが好きでよくやってるんですけど、今回はロックペインティングのハッピーなやり方、これね紹介したいと思います。で、ロックペインティング一回もやったことない、私アートとか苦手ね、そう思ってる方もいると思うので、これ全然簡単です。誰でもできます。おじいちゃん、おばあちゃん、お兄ちゃん、お姉さん、お父さん、お母さん、誰でもできますよ。はい、じゃあ早速やり方説明したいと思います。必要な材料、アクリル絵の具ね。最初からロックペイントのためだけにアクリル絵の具セット買いたくない、そういう人も大丈夫です。一色だけね、自分の好きな色選んで、私はターコイズが好きだからターコイズ一つだけ選んで買いました。で、アマゾンとか、ホームセンターには売ってるかわからないけど、私はこれはアートセンターで買いました。文房具屋さんとかでも売ってると思います。それから絵筆、なるべくこうハケみたいな太めのやつがやりやすいと思います。そして絵の具をのせるパレットね。わざわざ石一つ塗るためにパレットを買いたくない、そういう人は私のようにこういうヨーグルトの蓋とかを取っておいて再利用するといいと思います。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。最初ちょっと振ってあげて、お皿にアクリル絵の具を出します。こんな感じ。次に絵筆、もうねこれ水とかつけなくて OK です。水をつけない方が早く乾くし水分も少ないので石に塗った時にすごく綺麗に色が出ます。はい、じゃあ塗っていきます。で、これね、石を選ぶ時どんな石がいいかメッセージを書くのでね、あまり小さくなさすない方がいいと思います。それから表面があんまりザラザラしてないやつ、そういう方のが絵の具が塗りやすいです。ボコボコしてないやつね。はい、こんな感じ。これで色塗りは終了です。簡単でしょ。で、これをちょっと乾かします。はい、じゃあ昨日塗って乾かしてた石、これからここにメッセージ書いていきます。で、用意していただくものは油性マーカーまたはペイントペンね、好きな色で。じゃあ私は自分が見た時に読んだ時に嬉しくなるメッセージ書いていきたいと思います。それでペイントペン何がいいかっていうと、普通の油性マーカーよりもね、色がすごくはっきりくっきりビビットに出るんでおすすめですよ。ペイントペンのインクはペンキなんです。だからね、油性ペンを使うよりももっと色が綺麗に出るかなーっていうのはあるけど。はい、じゃあ私はありがとうって書きました。ありがとうって書きました。はい、今日すごい風が強くてね、ちょっと風止まってくんないかなと思って。はい、風さん止まって。はい、じゃあいきます。昨日のね、小さい方の石も、私は小さい石選んだわーっていう人は、じゃあ
ここに書き込めるだけのいいね、いいね書いていこうと思います。いいね、はい、いいね、はい、いいねとありがとう石できました。はい、じゃあね、さっき作ったありがとう石どうやって使っていくのかっていうと、私はこれをいつも郵便を届けてくれる郵便屋さんにありがとうって言いたいから、このね郵便受けのところに置いておきます。はい、みんなもこうやってね、誰かに伝えたいメッセージロックペイントにして伝えてみてはどうですか。はい、今日もね、良かったなって思ったら LikeSubscribe and share、 よろしくお願いします。